生まれはロシア、育ちは関西、舞台は東京、ピロシキーズです。はい、続きましてのニュースもアメリカのニュースをやっていきたいと思います。今日もオリバーさんに来ていただきました。ニュースよろしくお願いします。何照れてんねん、目を合わせて。オリバーさんとよろしくお願いします。オリバーさんと目を合わせて照れてんじゃないわ、あんた。うるせえな。お願いします。はい、このニュースはですね、美女にまつわるニュースです。あ、じゃあ興味ないわ、もういいよ。なんでやねん。なんで聞けよ。もう興味ないわ。なんでやねん。美女が下着でフットボール、 X リーグ開催危機に、アメリカ人が不安で夜も眠れない。うん、何なの、ふんって。もうそれ見下した。見下すな。アメリカでとりわけ男性のファンから大人気の下着姿の女性選手によるアメフト試合 X リーグが新型コロナウイルスの影響で開幕を危ぶまれてしまうのではないかと、ファンたちは不安で夜も眠れない日々を過ごしているそうです。ちなみにこの X リーグで浜口冬樹という日本人選手も活躍されています。これはさ、やっぱりセックスリーグっていうところから来た名前なのかな。どういうこと。この X リーグって絶対セックスから来てるよね。違いますよ。あ、 X がそのまま残って、うん、だからちょっとそのちょっとだって格好がさ、うん、結構これポロリとかないの？これポロリしそうな格好じゃないですか？いや、実際あります、うん、あるあります。あの、お尻とかめくれちゃったりもしますし、へぇー、 あ、そう、これこう丸見えでおっぱいも引っぺ返しされちゃってる状態ですかね。これ何、これ計算してこれなんかお乳出してるってこと？いやいや、そうじゃないですよ。いや、真剣にプレイをしてる。だってメインはこのおけつ、おけつを出すシーンがメインのスポーツでしょ。いや違いますよ、ちゃんとスポーツやってるんです。フットボールです。え、何これ、え、これスポーツをしていますという顔でやってるわけ？もちろん、だってエロじゃないですもん。いや、あんた後ろに座ってる男ども見ないで。観客、観客の見て、口開いてるよ。もうこれはエロだよ。いや、スポーツです。スポーツ、はい。あ、もともと NFL のハーフタイムのショーで開催とかされてた。だからストリップじゃん。いや違います、スポーツです。で、こういう服装をするかしないかっていうところが、は別にそれは、いや、これは違うな。何？いや、わかるよ。例えばバレーの選手のブルマを見て、うん、エッチだなって思うとかね。ラグビーの男を見て二丁目のお姉たちがみんな大興奮をするとか、それはわかるんだけど、あれはあくまでもエロとして見せようと思ってない、動きやすい格好があれだったから。何、別にそれを見せようっていうことでエロになってるわけじゃないの。その動きやすい格好がたまたまその人たちにとってはエロだったっていうものだと思うのよ。でもこれはエロにするための格好じゃん。動きやすくなさそうだもん、この格好は。だってこのおっぱいの下についてこのひらひらレースみたいな、こんなのいるの、運動するのに。それは多分そのなんかほら、一人一人なんか個性的なね、あのなんていうの、制服みたいなの着てるわけだから、多分ね、可愛らしい感じの着てるってことでしょ。まあ、本人たちが気に入ってると思いますよ、うん、このユニフォームについては。この服を着るのが嫌だったらこれやらないですもん。え、超動きやすそうやん、ほら、おケツとかもなんかもう全部なんかなんていうの、無駄な洋服がないっていうか。いやいやいや、こんなボロリしまくるようなね、このこの動ここのだってボロリしてこうなってるのって邪魔じゃん。多分スポーツブラみたいなのをした方が絶対に動きやすいと思うよ、これ。確実にそうだと思う。でもしっかりとほら乳首は隠されているから大丈夫。うん、開放的なんですよ。そういうこと。いや、これスポーツって言ってるけど、はい、じゃあね、彼女が付き合ってる彼女が、私この X リーグちょっとやろうと思うんだよねって言ったらどうなの？いや、それは反対しますよ。え、なんで反対なのよ。反対するの？いや、ポロリが見えるから。じゃあやっぱりエロの目線で見てるってことでしょ。いや、まあそうですけど、自分の彼女や家族が関係してなかったらエンターテインメントとして成り立つじゃないですか。成り立たないわよ。これはもしもエロとして男たちが干渉するためのものなのであれば、
もうこれはスポーツを名乗っちゃいけないと思う。え、これってどういう層の人たちが見に来ている？だから後ろ見たら分かんない、クソジジイが来てんだよ天才ジジイが見に行ってんだよ、切り生やしたそれを見てパンツがこう脱げる、脱げやすい構造になってるし、もうそのエロをもうエッチを出すっていう前提の運動なのよこれは。そうですね、あの一応 YouTube とかいろんなのを確認できるんですけど、男性ファンばかりですよスタジアム。そうでしょ、はい、いつでもどこでも勃起ができるようになんかこのこういう風なものをしてるの。このだって勃起されてるあれでしょ、これ顔で選んでたりもするでしょ絶対。まあそうです、ある程度見た目で選んでるでしょ。え、顔で選んでるだって、まあ、オリンピックじゃスポーツじゃねえわ。そうでしょうよこれ顔とかで選んでんだよだってプレーの能力も含めて選ばれてると思いますよ。ただまあそのいわゆるこういうユニフォームを着てすごく映える方とかも採用されてるんじゃないかなと思いますけどね。まあもちろんある一定の基準があるはずですけどね。まあでもそれだけなんかクオリティ高いってことなんでしょ。だって顔も良くなければいけないし、スポーツある程度のちゃんとプレーもあのなんかクリアしてないとその採用されないってことだから、スポーツよやっぱり。いや違うよ、だからストリップよ、やっぱりスポーツよ。すごいですよフィジカルの能力も。この日本人選手についてどう思いますか。その日本人なのによくこれ参加できたねっていう思ったりします。いやだからどう見てもいわゆるね、帰国子女系の方ですよねなるほど、どう見てもこういう系の方だから。いや俺はこれをやってる側には何の文句もない。まあ、でもこれ自体は何にも文句ないの俺は。そもそもの話よ、もしも風俗だったりとかそのストリップだったとしても、うん、俺はそういう職業は立派な職業だと思ってるから何もそこに文句はないの、これをやってる側は、うん、彼女たちだってあのストリップってすごい憧れて入っていく人もいるからね。エッチなからエッチなこう動きをしたりとか、うん、あれすごい憧れて入る子もいるからそれは全然いいんだけど、けども私はスポーツを見に行くと言ってる男が気に食わないのよ。なるほど、この選手とかこの行為自体は俺は全然反対じゃないよ、うん、でもこれをスポーツと認めてしまえば俺はスポーツを見に行ってるんだって何の悪さもなく何の悪びれた様子もなく風俗に行くのと一緒なんだよ。だからこれはこれを風俗と一緒にすんなよ。ストリップなんだよ。そういう私はストリップを見に行きますって奥さんに言えないくせにこうやって私はスポーツを見に行きますって言ってる男たちが気に食わないのよあのフーダーとかもそうなんですけど、割とこういう過激な、日本的に見ると過激な露出が高いそういうエンターテインメントが高いあのビジネスってアメリカ意外とあって、でもアメリカってその露出についてどういう考え方なの？でももう今エンターテインメントって言ったもんね。今言ったよね、エンターテインメントって。まあスポーツもエンターテインメント。いやスポーツはスポーツだよエンターテインメントじゃないですか。スポーツはエンターテインメントじゃない、スポーツはスポーツだよ。え、そうなんですか。そうだよ。ちょっと誰が決めたの。私だよこの野郎ってことで今日はゲストのオリバーさんに来ていただきました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。本当に楽しかったです。本当に。あ、ほんまにニヤニヤして